SNS で賛同したつもりが変な反応された、そんな経験ありますよね。そんな事例が1400年も前にあったって言ったら信じられますか。しかもやらかしたのはかの天才児聖徳太子。怒らせた相手は隋の皇帝。問題の文書は非いずるところの天使聖非をするところの天使にいたすつつがなきやうんぬん。これを見た隋の二代皇帝煬帝は万位の書無礼なる者あらばまたもって文するなかれと激怒したそうです。なので日本は外交儀礼も知らない蛮族の国だったと言われたり、対等な関係の宣言つまり独立宣言だから怒らせたと言われもしますが、それほどのことじゃないよというのが最近の流れみたいです。ならどうして煬帝は怒ったのか、これが本当に SNS の誤解みたいな話なんです。ということで、こんにちはこんばんは、岐阜のカバキヤよ。今回は文書って難しいよね、違う、遣隋使のお話です。早速ですがこの一文、独立宣言ということはないです。というのも両面宿儺の第1話に登場した倭の五王、応神天皇か仁徳天皇を起点にして大陸と交易した5人ですが、その後100年も交流がないので聖徳太子がわざわざ独立宣言する理由もないです。むしろ知らない子です、気楽な挨拶で良いはずです。今更倭王を名乗る理由もないので適当なビジレイクを使ったということみたいです。ビジレイクにしては沈む国って失礼すぎと思いますよね。いや本当に高国の勢力が絶賛拡大中だったので、まさに聖国を得た表現に煬帝がキス、いや何でもない、そうではなく全体的に意味が伝わらなかったという意見が主流のようです。まず死者の言葉ですが、坊主数十人で仏教を学ぶために来たと言ってます。煬帝にしてみたら俺はどうでもええんかと言いたくもなりますよね。ただ煬帝は天台宗開祖から大乗菩薩会を受けていて仏教の知識があったことは間違いないので、ことさら日本が国際情勢に疎いということでもないと思います。さらに天使という単語の使い方に問題があって菩薩天使も通じないそうです。例えば英語圏でファクシミリをファックスというと P な表現に誤解されるのと同じです。天使というのは皇帝のことです。簡単に言うと普通の人は地上にいますよね。地上から見上げる空天を蓋として考えます。この蓋の範囲が天の下つまり天下です。その全天の秩序さえ把握する存在が天使です。そして天の中心を視覚的に表現したのが天使南面、伊勢神宮の謎でも触れた北進信仰というやつです。大陸の皇帝は天の中心北極星太一神を背にして南北軸の世界観を持っています。ところが当時の日本は東西軸、厳密に言うなら太陽運行の世界観です。一番わかりやすいところで言うと伊勢神宮の式年遷宮は綺麗に東西を移動します。その式年遷宮を始めた持統天皇の宮に完成した藤原京の大極殿とも綺麗に東西です。さらに邪馬台国の候補とされる纏向遺跡の建物も東西軸です。極めつけは出雲大社、雨の霞の宮という美称を持っています。夕日の美しい聖地という意味です。ちなみに宍道湖の夕日は日本一と言われますが、私が行った時はこのざまでした。本題に戻って、つまり太陽運行を基準にする日本人にとって朝焼けも夕焼けも等しく美しい存在です。なので日本としては天使に美称を追加しただけなんでしょうが、東西の天使ということは天が割れている状態なので前天の統治者ではないという意味にも受け取れます。しかも遣隋使派遣の理由が仏教を学びたいということなので、本当に何をしに来たのかわからず、なんなら挑発に感じた可能性もあります。その後官吏が派遣されているので一触即発の騒動になった可能性もありますが、聖徳太子の摂政期間15年で4回も遣隋使が出ているので誤解は解けたと思われます。
いとしても、コウクリと戦争してる最中に、ワノ国とまで関係悪化は避けたかったんでしょうね。ちなみに、随所にも疑惑があって、この後、煬帝のコウクリ遠征は失敗。10年くらいでクーデターが起きて、隋が滅びるので、煬帝の器の小ささ、不寛容を誇張するために追加された、という説もあります。日本側も、この騒動が恥ずかしかったのか、古事記や日本書紀には書いてないです。でも、この後、建物や都市計画の見た目は、南北軸に変わります。式年遷宮も東西に移動するけど、建物は南北軸ですよね。だからといって、唐から官位なども受けないので、東アジアの政治体制には参加しません。本来の朝貢は、皇帝の徳を慕って、諸外国、万位が集まってくる前提なので、皇帝より仏教みたいな日本の態度もかなり特殊だったんでしょうね。何にせよ、天災ともなると炎上も戦争レベルというお話でした。お情けちょうだい、登録ちょうだい、チャンネル登録ありがとう。わかりにくかったらコメント欄で教えてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もぜひぜひお付き合いください。